森山城は福島県郡山市田村町森山にあった日本の城、郡山市指定史跡。坂の上の田村麻呂が江戸追悼の際にこの地に城を築いたと伝えられる。その後、坂の上の田村麻呂の子孫である田村昌治氏が本拠地として南北朝時代までこの地方を支配した。関東区房の攻撃による没落後は見張る。 田村氏が三春城に居城を移すまで本城となった。その後、三春、田村氏は伊達氏の参加に入る。天正十六年、伊達政宗は白石宗真、片倉掛月奈良を森山城へ排して、足なしをすり、上原の戦いで破り、南王羽根をほぼを制圧した。豊臣秀吉の奥州市沖により、伊達氏がこの地を去ると、 変わって、鴨宇治里の支配下に入る。三春城から田丸直重が敗され改修が行われた。宇治里の没後に、豊臣秀吉の命で、鴨宇氏の市場の数が制約され、田村地方は、三春城が敗されて、森山城が残されることになった。慶長三年に、鴨宇氏が宇都宮城へ移った後は、上杉影勝の支配下に入り、須田長吉、本城茂る町、 竹の又と室なと相次いで城代が変わった。慶長6年に、ガモ氏が復帰すると、ガモ里成となりが、城代になったが、慶長14年までに、三春城を再興して登城に移った。玄奈元年一国一条令により、廃城となった。本丸跡の城山八万宮2000年7月、ガモ氏時代の野面積みの石垣などが発見された。2016年12月、 郡山市指定史跡に指定された。本丸跡は、現在、武道と縁の深い淡田宮の一つ、城山八万宮が建てられ、境内には、力石や相撲の土俵などがある。隣接する郡山市立森山、小学校グラウンド脇の道路を挟んだ南側の敷地付近が、二の丸跡で、ガモ時代のの面積みの石垣が残る。また、付近では、礎石や石組み溝、 かまど、井戸等の遺構が発見されている。ありがとうございます。